本日青森県において初めてとなる新型コロナウイルス感染症患者が発生いたしました。感染者は70代の男性と70代の女性であり、ご夫婦であります。居住地は八戸市で、夫は男性は会社経営者で、妻は無職であります。夫のこれまでの経緯は、3月9日から15日までスペインへ旅行、16日に成田空港着後、新幹線で八戸市に帰宅いたしました。そして翌17日に喉に違和感があり、18日には咽頭痛、喉の痛み、そして19日に A 医療機関を受診し、20日に喉の違和感は軽度となり、21日から体調は良好であるということであります。しかして22日に、妻、奥さんと B 医療機関を受診し、本日環境保健センターで PCR 検査の結果陽性と判明したものであります。夫の症状につきましては、感染症指定医療機関に搬送し入院予定でありますが、熱は 36.5 度であり、体調は良好とのことであります。行動歴についてでありますが、3月17日に職場で書類整理をしました。他の社員は不在だったということであります。19日は自宅周辺で散歩し、20日にも職場で書類整理をしております。なお外出時にはマスクを着用していたということであります。またこれ以外の行動歴につきましては現在確認中であります。濃厚接触者は、家族は、夫婦のみ、その他については現在八戸市保健所で調査中であります。妻につきましては、奥さんにつきましては、3月18日に咽頭痛があり、19日に市医療機関を受診、22日に咳と熱があり、夫と一緒に B 医療機関を受診し、夫と同様に本日陽性と判明いたしました。妻も感染症指定医療機関に搬送し入院予定であります。行動歴は、外出時はマスクを着用していたとのことです。濃厚接触者等は夫と同様であります。県の対応でございますが、八戸市保健所が実施いたします積極的疫学調査等への支援を行うこととしており、八戸市保健所と連携の上、患者に対する医療措置や濃厚接触者の健康観察を適切に実施し、感染拡大の防止に向け、迅速かつ全力で対応したいと考えております。県民の皆様方に対しましては、正しい情報や感染防止対策を分かりやすく周知し、県民の皆様方の不安解消に努めてまいりますので、冷静な行動をお願いしたいと思います。また、手洗い、咳エチケットの徹底、風邪のような症状がある場合には会社を休むなど、拡散拡大の防止につながる行動をお願いいたします。特に高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方は、人混みの多いところを避けていただきたいと思っております。なお、海外の流行地に渡航した方で感染が疑われる症状のある方は、医療機関を受診する前に、まずは保健所に設置しております帰国者接触者相談センターに事前に連絡をしていただきたいと思います。同センターが帰国者接触者外来に案内をいたします。まず医療機関に受診する前に、まず保健所にご相談をということであります。県では感染の拡大防止や個人情報保護の観点から必要と判断した範囲において、迅速かつ適時に情報提供するよう努めますので、報道各社におかれましては、感染者および関係者のプライバシーに格別のご配慮をお願い申し上げます。